どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。一つ目はですね、またかって思われるんですけど、ボタンでね、お呼びください。ポチッとくんですね。こちらまた110円で売ってたと。あ、これなんかこのシリーズ好きなんで、とりあえず買ってみようと思って買いました。この二つなんですけども、まず一つ目。この110円の、なんと、多分未開封であろう、残月フェイスプレートです。説明書もついてて、非売品とちゃんと書いてあるね。キャンペーンのやつですね。じゃあこちら3つ目が110円の衝動仮面ライダー6ですね。のナイトローグ。これもね、おそらく未開封。まあ、ガムとか取られてるのかな。多分取られてると思います。で、この2つはですね、どうやって入手したかと言いますと、だいぶ前にデザインドライバーね、くれた方にまた、買ってきてもらったんですよね。はい。僕あんま行かない方の中古ショップなんで、そこで、買ってもらったやつですね。はい。ちゃんとね、お金を渡してますよ。はい。なんでもかんでもずっとなんかタダでもらったりはしてないんで。はい。大丈夫です、そこら辺は。で、最後、4個目がこちら。110円の、この、クリアのなんか竜ソウルですね。これね、確か合言葉でなんかもらえるみたいな感じのキャンペーン品でしたよね。これね、僕実は持ってなかったんで、まあ、買っとくかと思ってね、買いました。で、一応ね、またって思われるかもしれないですけど、次の動画、俺の次の動画、また期待してください。まあ、期待っていうほどでもないかな。で、あ、でもどうだろう。俺的にはめちゃくちゃ嬉しくて、割とすごいなって思うものを買ってきたので、まあ次の動画、ちょっと楽しみにしてください。ではね、こちらの中古玩具、開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい。ではまずはこちらのポチッとくんから見ていきましょう。本当に興味ない人はごめんなさい。本当一瞬で終わらせるんで、こんな感じですね。ちょっと汚れ傷とかはありますが、110円なんで僕的には全然 OK ですね。まあよくこういうのってファミレスとかに置いてますよね。まあなんか前にも同じようなこと言った気するけど。で、多分ボタン電池ですね。LR44 電池なのかどうかちょっとわかんないですが、まあ電池は入ってますね。で、スピーカーがここにあると。では、ちょっと押してみましょうか。うん、ちょっと電池切れかけなのかな？切れかけてるのかもしれないですね。あんまり、音が大きくないね。ちょっとちっちゃいな。前のやつよりちっちゃいですね、結構。うん。まあ、こんな感じですね。まあ、いいや。では、次はこちらの未開封であろう残月フェイスプレートなんですが、こんな感じで、もうね、外側の袋ちょっと外したんですけど、どうなんですかね、これ。でも、一回開けてそうじゃない？これ。なんか、ここにさ、跡みたいなのあるしさ、これもなんか、剥がれそうなんだよね、すぐに。これ、開けてやんのかな？僕ね、残月フェイスプレート、これで、おそらく5枚目。はい。5枚目の残月フェイスプレートです。で、そのうち1枚は未開封で、これも未開封なら未開封2つになりますね。開けてるか開けてないかわかんないですが、今回は開けないでおきます。はい、こんな感じですね。まあ、状態はやっぱり未開封っぽいんで、綺麗ではありますね。割と。はい。うん。次はこちらのナイトローグ見ていきましょう。当然、なんとやっぱり開けられてました。ここだけね、スーってなんかカッターで入れられてて、こんな感じね。はい。中にね、組み立て方とかなんかそういうのいろいろ書いてあります。ガムはね、さすがに抜かれてました。はい。こんな感じで、はい。パーツが全部ちゃんと入っておりますね。まあ、今回組み立ててね、中じっくり見たりとかしませんが、まあ、当然未開封なので塗装剥げとかもほとんどなく綺麗ですね。まあ、やっぱ、ちょっとでも汚れあるな。ま、でも、まあ、全然いいですよね。許容範囲です。で、見てこれ。武器とかもちゃんとこれ塗装してあるんだね。これ初めて知ったわ。すごいな。すっげえ。で、手首パーツも欠品なしで揃っていると。はい。まあ、ありがとうございますと。はい。では最後こちらのリューソール見ていきましょう。こんな感じで、まあ全体的に本当綺麗ですね。で、裏面がね、結構塗装してある箇所が多いんですが、こんな感じで折りたたむこともできますと。まあ結構綺麗です。はい。塗装剥げとかもほとんどなく、状態良すぎなぐらい綺麗ですね。はい。擦り傷とかもほとんどないですね。確かこれ名前何だったっけな？始まりのリューソール的な感じの名前でしたよね。はい。では、こちらをね、リューソー剣を使って音声確認していきましょう。Oh!
こんな感じかな。こいつを覚醒させるのは君だ。はい、長押しでこういう音声もなると。状態バッチリですね。まあ音声確認も特に問題なしですね。あれだよね、合言葉でもらえるみたいなやつでさ、竜装じゃって言ったら店でもらえるみたいなやつですよね。これでもほんとさ、当時僕ね、これ知ってたんですよ。こういうキャンペーンがあるって。で、やろうと思ったんですけど、小学生以下、確かね、小学生以下とか小学生だった気するんだよね。対象がね。だから、中学生の時だったんですよ。多分、この時。高校生か中学生の時で、中学生かな？中学生ぐらいの時だったんで、残念ながら、そのキャンペーン自体を受けることができないと。流送じゃーって言っても、あ、すいません、中学生の方は無理ですよって絶対言われるわと思って、結局やらなかったっていう。まあそらそうだよね。大人の人とかがこういうのやっちゃうと、転売とかね、そういうのやる人も結構多いと思うんでね。まあそれは本当いいんじゃないでしょうかね。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで。さらばじゃ。